馬頭は中国五冠末期の武将。字は樹勢。司令夫婦氷茂良犬の人。祖先は五冠初期の名称、馬縁。父は馬平。小幅町、馬級、馬鉄。老いは馬隊。父は天水軍団危険の進むを務めていたが、位を失い、老成軍に泊まった。馬平は家が貧しかった者の,の妻がなかったため。 ついに今日の娘をめとり、馬頭が生まれた。家業を営んでおらず、家が貧しかったため、幼い馬頭は明山で材木を切って、背負い上司で売ることで生計を立てていた。成人した馬頭は、身長六尺を超え要望も薄いであり、その性格は温厚かつ賢明であったので多くの人が尊敬したという。中平元年、両州市氏の高比奈が、 ネイリを信用したため、テイヤ教が反乱を起こした。さらに、北のみや迫力、微分王国、関水、変章といった者たちもこれに続いて反乱を起こしたため、コーヒナはこれらを鎮圧しようと軍内で勇敢な者を募集した。この時、バトーもこれに応じた。バトーを見た役人たちは、彼がただ者ではないと見て、軍従事に抜擢し、部隊を引きいさせた。 馬頭は期待通りに功績を上げ、軍馬に任じられた。その後、孔雛が部下の裏切りによって殺されたので、馬頭は関水らと手を結び俗軍側に入り戦ったが、候補高氏の軍勢に打ち破られた。後に、孔卓の長安戦闘後に出資し、反乱移民族を退けるなど軍校を挙げて、編将軍となった。孔卓泣き後、長安で、 李閣と各氏が政権を握ると、馬頭と関水は、李閣たちに対して、標準の意を見せたため、それぞれ政党将軍と鎮税将軍に任じられた。その後、李閣らと指針を通じようとしたが、聞き入れられなかったため、対立し、駅州の龍園と手を結び、馬坂井、龍藩と林田の協力を得て、襲撃を計画した。関水は軍勢を率いて、両者を和解させようとしたが、 結局、再び馬頭に合流することとなった。一方、李閣は、各市、藩中、李都氏を出撃させ、長兵官でバトーらと戦わせた。しかしことここにいたり、バトーらの襲撃計画が漏れてしまったため、竜杯が援助里に逃亡。また、長兵の王将らも馬頭に危害を加えられることを恐れ、馬頭が出撃し、防備のなくなったところを攻撃した。 馬頭は軍が壊滅して改装したものの、引き続き将軍位を授けられている。その後、両州に戻った馬頭と関水は、義兄弟のちぎりを結び仲睦まじくしていたが、やがて互いに攻撃し合うようになった。関水は馬頭に攻撃され敗走したが、再び軍勢を集めて反撃し、馬頭の妻子を殺した。このため和僕は、困難なものとなり、戦が絶えなかったという。 その後、曹操の仲介のもとにこの争いをやめたが、以後両者が手を結ぶことはなかった。二人は、曹操軍の商用、長寸での影響下に置かれるようになった。争いをやめた馬頭は召し返されて炎樹里に駐屯し、そこで、前将軍、仮武士、炎樹里公となった。古族や族との侵入に備え、詩人を交遇して、賢者を推挙し、民衆をいたわった。 このためサンタスクが安定し、人々は非常に彼を敬愛したという。炎章と曹操が対立するようになると、章陽は長寸でを使者として、馬頭の下に派遣し、炎章軍の各縁、甲強を討伐するよう説得した。はじめ馬頭は炎章の誘いに応じていたが、風強の勧めもあったため、章陽の下に馬長、宝徳を派遣し合流させ、各縁を撃破させた。 その後も馬頭は、曹操の援軍要請に応え、宝徳を従い高みき、長次郎き、長縁、栄一方らの討伐に参加している。懸案十三年、曹操は、慶州遠征の際、馬頭らが冠中に拡挙していることを危惧し、長寸でを派遣して、柿部を解散した上で入朝するよう説得した。馬頭は承諾したものの、すぐに入朝しなかったという。このためバリ寸では、 馬頭の心変わりを恐れ、諸県に命令書を送って、食料を用意し、大衆に郊外まで出迎えさせた。馬頭は、やむを得ず出立し、朝廷に召されて、長楽栄意となった。また、この馬級は、放射といに、馬鉄も、一いに認じられた。馬頭は一族を引き連れ、行に移住した。その後、解体された馬頭の軍が馬長によって引き継がれたが、 懸案16年3月、馬長は関水らを誘って曹操と敵対することを選び、7月から曹操と交戦し、9月に大敗した。馬長が降伏せず、領州に逃走したので、翌年5月に馬頭は三族皆殺しに処された。馬家は衰退し、最終的には馬長と馬頭の追い、馬体などのわずかなものを残すのみとなった。小説、三国支援儀では、 朝廷への忠誠に燃える正義感として描かれている。劉備、当将来の早々暗殺計画に参加するが、失敗に終わったため領州に帰る。その後、巨匠に呼び出された際は、後継とともに再び、早々暗殺を図っている。しかし、後継が目掛けに詳細を話したことがきっかけで、計画が漏れ、この馬級、馬鉄とともに、一族皆殺しとなってしまう。 その後、唯一脱出した馬隊から、父の死を聞いた馬長は、曹操に対して、半家を翻すことになっている。五冠書巻休校検定期三国史、液州期宮殿より、関水、馬頭は、関中で騒乱を起こした時、幾度も龍縁と連絡を取り合っていたという、三国史、馬長殿より、このことから、馬長の実母や同母兄弟ではない、馬頭の官職及び、 中屯地の推移は、生涯を通じて明瞭でない。諸学期、太平五乱が引く、寒期より。なお、五寒期では、長楽の二文字が欠落しており、注釈を加えた、終点優が脱文として紹介している。孫森は、馬長が父に背いたことを、家族よりも利益を優先した、極端な残酷さであり、人質を取ることの無意味さを表す例として挙げている。 ありがとうございます。